おはようございます。時刻は8時45分になっています。3月の28日月曜日、朝刊チェックでございます。今日も小茂さん、小森康則が天神橋筋商店街天禄天小森スタジオからお伝えをしていきますが、昨日の朝こちらに参りまして、ダウンしておりますパソコン、おそらく電源系統だと思うんですけれども、今日も立ち上がりませんでしたので、旧型の MacBook Air を目の前に置きまして、で今日は、このようなヘッドホンマイクをつけて、昨日よりはちょっと聞きやすくなっているかと思いますが、いつもとは違う緊急対応システムでお届けをしてまいります。で本当はね、写真をお見せしたいんですけれど、桜の花、標本木がびっくりするほど咲いておりまして、もうこうやってお見せするしかないんですけど、はい、わずか1日で、こんなに綺麗に咲くんですね。いやいや、本当に、はい、びっくりするほど綺麗に朝日に輝いておりました。1週間の始まりでございます。でおかげさまで昨日まで6日間こちらで開催しておりました一味違うタレント推薦全国調味料祭りでございますが、売り切れる商品も続出いたしまして、全て完売というところまではいきませんでした。もう本当に商売というのは難しいですね。追加発注したものがちょっとだけ残っていたりとか、でももうそれも売り切れてしまった。山津辻田さんの参照はお願いをして、本当に極小なんですけれど、2度にわたって追加注文をさせていただいたんですが、それももうすっからかん、売り切れてしまうというようなことで、この YouTube 朝刊チェックをご覧の方、あるいは昨日で、私やラジオマンとしてのパーソナリティ人生を終えたわけですけれど、ラジオを聞いてきましたよと、私のラジオだけではなくて、メッセンジャーのそれぎメッセンジャーを聞いてきましたよという方もいらっしゃったりしましてですね、日曜この商店街を行き交う人とともに、そういったメディアを通じて、来ていただく方もございました。本当にありがとうございました。あの物の売り方とか、仕組み運営、もちろん仕入れなどなどですね、まだまだ課題があって、こういったことで生業として食べていけるかどうかっていうのは、まだ、そこまではいけないんですけど、しかし一つの実績を作れたという意味ではですね、本当にありがとうございました。差し入れもいろいろと頂戴いたしまして、昨日大阪門料理の寿司の森屋さん、こちらにも来ていただいたんですけれど、お寿司を送っていただいたりですね、淡路島からは花広場の方にね、来ていただきまして、提灯を出していただいたりとか、いろいろ、このお花ですが、この近所に住んではる韓国の方なんですけれど、はい、アートフラワーのゴールデンカンさん、はい、作って持ってきていただいたりですね、他にも本当にたくさんの差し入れも頂戴いたしました。ありがとうございました。美味しくいただいたり、みんなでちょっと量が多かったら分け分けしたり、大家さん持ってったり、カルガモ持ってったり、前の美少館の皆さんに食べていただいたりとか、いたしました。本当に感謝しております。ありがとうございます。次回4月にはこちらでですね、絵の個展をすることになっています。アジュさんという実に繊細な絵を描く、僕の似顔絵も描いてくださいましたけれどもね、あれはヨギということで、プロのアーティストとしては特に街の風景ですね、これを描くのが得意、最近は自然も描いてあるんですけれど、彼女の世界をこちらで見ていただき、また配信でもご覧いただくということを4月の頭に計画をしております。では朝刊チェック、今日もお届けをしてまいります。音楽がないのでいつもとちょっと違う感じかもしれませんけれども、ホットラインからお伝えしてまいります。ロシアによるウクライナ侵略の4回目の停戦協議がトルコで行われることになりました。7日以来となる対面での協議でどこまで話し合いが進むかは不透明なままです。一方、ロシア軍は西部の町リビウにある石油貯蔵施設などにミサイル攻撃を行いました。隣国ポーランド訪問で激しくロシアを非難した
アメリカのバイデン大統領が NATO 側を牽制したものとみられています。クーデターによる国軍の軍政が続くミャンマーで27日国軍記念日の式典が開かれ、フライン最高司令官は抵抗する民主派を全滅させると主張しました。イスラム主義勢力タリバンが実権を掌握しているアフガニスタンで、女子生徒らが通う中学高校が去年8月から閉鎖されていることに反対し、学校再開を求めるデモが首都カブールで行われました。日本維新の会は昨日大阪市内で党大会を開き、夏の参議院選挙で改選6議席からの倍増以上を目指すとともに、次の総選挙では野党第一党となる目標を掲げました。任期満了に伴う西宮市長選挙は昨日投票が行われ、現職の石井敏郎さんが維新が推す候補ら新人2人を破って再選を果たしました。旭川市の中学2年生だった少女が凍死体で見つかった問題で、市の教育委員会が設置した第三者委員会がようやく彼女へのいじめがあったとする調査結果の一部を遺族に伝えました。しかし、死亡との因果関係についてはまだ認めておらず、これからまだ時間をかけて調べるということです。大相撲春場所千秋楽、新関脇の若隆景が優勝決定戦で高安を破って優勝しました。プロ野球はオープン戦が続いています。阪神は去年優勝のヤクルトに4対0で敗れて、このカード3連敗、シーズンはまだ始まっていないと聞いております。今年は140試合に残りあるということです。以上、直感チェックヘッドラインでした。自分で言ってても、もう恥ずかしいですけどね。さあ、ニュースお伝えしてまいりましょう。まずは今日は、読売新聞を買ってきておりますけれども、最初のニュースは毎日新聞のネット版から読んでみます。はい、こちらですね。はい、ロシアによるウクライナへの侵略をめぐる停戦協議について、ウクライナ側の代表が27日トルコで28日から30日4回目となる対面での協議が行われると明らかにしました。一方、ロシア側の代表はですね、29日から30日に行われるとしていますので、28日今日行われるのか明日からなのかということでありますけれども、戦線が足踏み状態にある中、7日以来となる対面での協議により停戦に向けた話し合いが進むかどうかは不透明であると。ロシア側が1ヶ月経って東部の戦線に兵力を集中していくというようなことを匂わせる発言があったりはしました。首都キエフ、キーウからはですね、ちょっと押し返しているとウクライナの側がというような話もあります。ここまで2度ですか、対面で行われて、その後はオンラインで停戦に向けた協議が行われてきました。一部歩み寄るようなこと、ゼレンスキーさんの方は国民投票をしてもいいんだというような話をしてはおりますけれども、まだその表面的に見える部分ではですね、どこを落としどころにできるのかというのは非常に難しい。一方、経済制裁というか、各国のロシア包囲網というのは確かにありまして、ロシアが長い時間この戦争を続けるのも大変難しいかなというところでもあります。で、読売新聞、時刻は8時55分から6分になろうとしています。リビウを攻撃ということです。これまでも西部の都市ポーランドに近いリビウは攻撃を受けたりはして
ておりましたけれども、ロシア軍が26日西部リビウの石油貯蔵施設などにミサイル攻撃を行ったとロシア国防省が発表をしております。アメリカのバイデン大統領がポーランドを滞在中、そのタイミングを狙って国境に近いリビウを攻撃、NATO 側を牽制したと見られるということですね。はい。リビウのあたりにはまだ日本人記者もいますかね。キエフからは主だったメディアはみんな記者をもう出していまして、アベマ TV でやってましたけども、お若い日本のジャーナリスト、フリーランスですけれど、彼が入っていて、で、まあ、原稿を送るというだけじゃなくてね、今、こういう形で、その、ライブでインターネット回線が生きていて、電源が供給されていれば、つながりますので、今、ここ聞こえますかと。うん、ミサイルが飛んでる音ですよとかっていうのがライブで聞こえている中、大手のメディアがコンプライアンスということをもとに法令遵守ですね。コンプライアンスというのはコンプラで、法令遵守って言ったら別に口に出して言う方がおかしいって僕は以前から思ってまして、コンプライアンス、クソくらえっていうのはコンプライアンス、法令を守ることをクソくらいではなくて、そんな部署を堂々と置いているという企業は、うちは法令を遵守してませんって言うというようなもんだという意味で、クソくらいとずっと前から言ってるんですけど、社員である記者やカメラマンの命を守るためには、首都キエフには置いておけないというので、後ろに下げているわけですね。で、一方で、それを売名行為だとか、背金主義だとかっていう人いるのかもしれないですけれど、今、キエフで何が起きているのか、キーウの人たちがどういう暮らしをしているのかっていうことを世界に向けて伝えるという意味、その使命を感じて現地に入っているジャーナリストがいるわけですよね。で、彼らから、いくらで買うのか、お金で換算して、ベトナム戦争の時もそうでした。決定的瞬間であれば高く買ってくれる。それを、ある種なりわいというか、そうでないと、向こうへ行く費用、向こうでの滞在する費用というものが出せませんからね。うん、で、大手メディアはそれを買ってるわけですけど、アベマ TV はテレビ朝日の系列のネット配信の会社ですけれど、それでいいのかと。いうこと。もちろん、アマチュアに手の入ったような人が入っていったりする場合もあるでしょうし、プロのフリーランスのジャーナリストが入っていってる場合もあるでしょうし、いずれにしても命の危険があるのは当然なんですけれど、彼らに生かしてて、そしてどれぐらいのお金で買ってんのかわからないですけどね。フリーランスと大手メディアで言うと、我々、ラジオにおけるタレントとラジオ局の関係もそうですけれど、ナレーターと NHK の関係もそうですけれど、そんな高いお金がもらえるわけではないという中で、国内で身の危険のない人たちは安定した高給をはんでいるというところで、それでいいのかと、いうね、そういった問題はあるかとは思いますけれども。で、いろんなところからいろんな情報を発信する、それを総合的に受け取って理解するということが、受け手の我々、読者であり、視聴者であり、聴取者である我々にとっては大事なことなんですけれど、昨日お伝えしました、バイデン大統領の演説ですよね。プーチンがこの戦争を終わらせなければならない。プーチンが始めた戦争ですから、それはわかりますが、権力の座にとどまってはならないと言ったという話です。で、これがアドリブであるということですね。読売新聞は2面に
書いています。確かに、この演説の最後のところでしたので、うん、原稿のあるスピーチライターの書いた、基本的に彼らの喋ることはスピーチライターが、大統領の言いたいこと、政権の目指すところ、あるいは、それを聞いた人がどう受け止めるのか、聴衆がどこにいるのか、国内を重視しているのか、あるいは海外を重視しているのか、それによって中身が変わってくるわけですね。これは、この間のゼレンスキー大統領の演説でもそうですけれど。で、ポーランドでの演説でしたけれども、今、多くの人がウクライナからポーランドに逃れてきています。この場にウクライナの人々も来てくれているだろうか、と、1000人近く集まった中で、大統領が呼びかける。まあ、これも一つの計算でしょうね。大きな歓声が上がった。まあ、こういったことから、バイデン大統領の気持ちも高揚する部分があるのでしょうけれど、演説の締めくくりに、この男、つまりプーチンのこと、これを、プーチンとも言わず、この男という言い方をしています。は、権力の座に留まってはならないのだ。これはこの演説の走行にはなかったアドリブであった。アメリカ国内ではこれは深刻な失言、失敗した発言であるという受け止めが広がっていると。せっかく今、積み上げていっていること、これを無にしてしまうのではないかと。まあ、これまでは NATO あるいは G7、まあ、EU の中ではないですけれども、うん、こういった国々と結束を保つとともに事態をエスカレートさせるような行動は避けるということを留意していて、最後まで来たんだけど最後の最後が流先のを締めくくるところでこう言ってしまったと。大統領の発言で困難な状況はさらに困難となり、危険な状況はさらに危険となったと。プーチンが、その、追い込まれてですね、化学兵器であるとか核兵器の使用にまで踏み切ってしまうのではないかという見方もある中で、この発言がアドリブであったということというのが波紋を広げているということです。で、もう一つ、ちょっと、外れますけれど、地球を読むっていう、まあ、読売新聞が選ぶ論客ですから、読売新聞的な、うん、うん、こと、まあ、政府に都合のいいような、人たちがそういうことを言ってるのを、まあ、一面、二面で書いてるなと、まあ、いつもそういう印象はあるんですけど、地球を読む。元アメリカ国務副長官のリチャード・アーミテージ。アーミテージさんの名前は、ニュースの中でも何度か取り上げられているので、耳にしたことはあるかと思いますが、数ヶ月のうちにアメリカのバイデン大統領、日本を含むインド太平洋地域を初めて訪問をすると。で、まあ、その下地作りというようなこともあって、駐日大使と広島へ行ったりもしていましたよね。広島、長崎をおそらく訪れるんでしょう。二つというわけにはいかないでしょうけれど。で、まあ、そういった行事はともかくとして、岸田総理と何を話しするのかと。で、日本はアメリカと同盟国。はい。しかし、その強い結びつきがあるにもかかわらず、アメリカがまあ NATO であったりとか、他のところと軍事的に強い結びつき、実態のある指揮系統であるとか、そういうことについて、日本とアメリカを考えると、非常に遅れている、弱いということを、アミテージさんが指摘しています。中国と台湾の関係というようなところで日本がアメリカと何ができるのかということについて、さまざまな課題について、それらは本当に急いでやらないといかんということをちゃんと準備をしておくことが、そういう有事を起こさせない、あるいはもし万が一そういうことがあった時
迅速な対応につながるんだっていうことをまあ言ってあります。まあ、これは、うん、読売新聞に書いてるから、どうやって、まあ、さっきちょっと、バイアスかけるようなことを言ってしまいましたけれど、まあ、確かに考えないといけないことであるというのは、もう事実だと思います。読売新聞の今日は1面、2面に出ておりました。で、あえてというか、今日の新聞を読む中で、このウクライナ、あるいは、まあ、日本、中国、台湾といったことについて触れてきましたけれども、国際面、うん、なかなかそんなもういっぱいいっぱい、もうウクライナのニュースを見るだけで、もうあのきつい映像を毎日のように、まあ、見せ、あえて言うと、られている中で、もういっぱいいっぱいですと。ニュースのことなんかもう考えるのもしんどいですという中で、申し訳ないんですけれど、バンコクから津田記者が伝えています。国軍がクーデターを強行したミャンマーで27日、国軍記念日の式典が開かれました。ミン・アウン・フライン最高司令官は演説で、国軍に抵抗する民主派を全滅させると主張。ASEAN、東南アジア諸国連合が求めている全ての当事者との対話には応じないという姿勢を強調しました。国軍は交渉することはないということですね。はい。まあ、ウクライナに限らず、ミャンマーに限らずです。あちこちでその人権、あるいはもうその命に関わるようなところでの強権が今もあるのだということを今ここでちょっと長い時間をかけてお話しするほどの知識も今僕には正直ありません。ミャンマーが軍政を引かれ、そして市民はそれに抵抗をし、そして殺され、あるいは無言の抵抗をし、しかしある意味生活のため、含めてですね、諦めもしている。日本に亡命をし、難民として暮らしている子を感動するんだという新聞広告を出さなければならないというようなエピソードは先般お伝えしましたけれども、ウクライナだけではないんだと。ついついウクライナに今目が行き、そことの関連で日本の暮らしとかにも影響が出ているというところにばかり目が行ってしまいますけれど、どこかでいろんな情報は知っておくべきだというふうに思ったので、あえて取り上げました。さらにもう一つ、これもニュースの賞味期限としては消えたようになってしまっておりますね。アフガニスタン問題です。イスラム主義勢力タリバンが去年8月実権を掌握しました。まあ、アメリカだけが正義だとは全然思わないです。アメリカがどこで何をしてきたのか、特に中東で何をしてきたのか、そしてどのように方法の手で逃げていったのか、そのことが現地にどれだけ大きな影響を与えたのかということはまた別の問題としてありますけれど、まあ、我々の感覚から言うと、イスラムの中での女性の権利というのは非常に制限されています。それがイスラムという国々、社会、文化という面もあるので、そこで暮らしていない、体に染み付いていない我々が違和感を口にするだけではどうかとも思うんですけれど、それはまあ逆もまた真なりでありまして、しかし今のこの時代に女は勉強なんかしなくていいということが国を挙げて行われているということに対して、抗議のデモが行われている。このデモというのも、まあ、ロシアもそうですけれども、そんな自由にできて、そのことが自分なり家族への、に、その、影響するような国っていうのは、まあ、いっぱいあるわけですよね。うん。中高生にあたる女子生徒たち、しかし、この学校が全面的に閉鎖されております。うん。もう家に閉じ込められるのは嫌だ、と生徒たちは声を挙げました。13歳の中学2年生、お医者さんになると父と約束したのに、
タリバンに夢を壊されてつつあると満足にできない勉強できない窮状を語っています。これに対して、まあ、外国、まあ、西側ですね、タリバンが求める政権の承認あるいは経済的なバックアップとかっていうようなことも、こんなことを続けてたら、うん、できませんよと、ダメですよというふうには言ってはいるんですけど、まあ、今ウクライナで起きていることとまたもちろん全然違う話ではあるんですけど、うん、世界にどうしても、まあ、その目を向けにくい、まあ、今回ウクライナのことはやっぱり、まあね、この大きな戦争侵略が行われているので目が行くんですけど、それ以外のところについて あまりにも内向きになっている日本社会というのをずっと持っておりますので、あえて取り上げました。9時10分を回っています。11分、はい。日本維新の会、昨日大阪市内で党大会を開きました。やっぱり党大会開くのは東京ではなく、はい、大阪で開いた方が人が集まりやすいということですかね。姿勢の良い日差しです。参議院選挙で議席倍増以上、はい、夏の参議院選挙で、改選する6議席から倍増以上を目指す活動方針を採択しました。また政権交代に向け、次の衆議院選挙で野党第一党を獲得するという目標も掲げております。で、安倍さん菅さんの時から今ね、岸田さんに代わりまして、自民党との向き合い方というのはちょっと変わってはきております。そんな、まあ、個人的なつながりだけでくっついたり離れたりっていうのもなんか友達関係やないんやから、政党としてはどうなのかなとも思いますけれども、参議院選挙では自民公明の圧倒的多数を打ち破り、政権をピリッとさせる力を持たないといけないと、まあ、これが今の松井代表が率いている維新の立場であるということですね。で、比例の票で立憲民主党を上回れば、国民の多くが野党のリーダーにはもう維新がなってほしいという意思表示になるんだということで、選挙を頑張るということですね。大阪の維新商店、個人商店的な維新商店という一個のお店を全国の組織だった形に変え、全国正当化を図ろうとしているということです。で、実際前回の総選挙、衆議院選挙では大きく議席を伸ばしました。そしてその後、岸田政権になってからはその政権を批判したりもしています。勢いに乗ってはいますが、不安材料を抱えている。大阪都構想は2度の住民投票で否決されました。身を切る改革に続く看板政策の発掘が課題となっていると。昨日の夜、松井ゆか編集長とのほろ酔いニュース解説最終回、ここで維新の話をしました。結局維新がやろうとしていること、維新たるものというものは何なのか、僕もちょっとよくわからないということをしばしばお話ししておりますが、松井さんは喝破しているのは、もう、いや、あいつらのやることは切ることだけだと、うん、切って切って切りまくる、コストカット、なんやかん、人員カット、それだけで、その先に一体どんな社会を作ろうとしているのかがわからんと松井さんは言ってました。まあ、もちろん、それに対して維新の側は、反論するとは思うんですけどね。ただ本当に、それは身を切る改革って言って、で、まあ、見えやすい部分で、退職金がどうとか、給料カットとか、まあまあ、給料カットしても結局退職金カットされてへんかったり、まあいろいろあります。いろいろあるんですけど、そういう、本来その立場やったらちゃんともらっとかへんかったらあかんものを、給料を下げるっていうようなことだけが、人々のためになっているのかということで言うと、ちょっとまだ本当に僕、
維新というものが何をしようとしているところなのか、人気があるのは分かるんですけれど、人気というのはやっぱあくまでそんなに長続きしないですからね。まあ例えとしてはあれですけど、タモリさんとかさんまさんとかね、たけしさんとか、このぐらいの年月ずっと人気者である時には、人気の後ろに何か確固たるもの、彼らの世界観っていうものを感じますけれど、やっぱりあの一発屋が悪いっていうことではなくて、そんなに長続きしない人気の人っていうのは、その人の世界観というか、それはもう本当に流行り物として一時受け入れられただけで、やっぱり消えていくわけですよね。で、まあ政党の中でもそんな政党って数多くあります。それはまあ離合集散を繰り返すことによって、そのパワーが生み出されるという部分もありますけれども、維新というものが、まあ、一発屋以上にもう、まあ、人気はあるとは思いますけれども、今後何を旗印に、進んでいくのかというところは、まあ、僕にはまだ見えていないなということです。でも力はあるので、なんか一人おっちゃんがスピーカー持って駅前で喋ってはるっていう回とは違いますんでね。その特に大阪を中心に維新の持つ力っていうのがすごいんで、何しはるんですかってまた聞いていきたいですね。で、西宮市長選挙にも候補を出しました。しかし敗れました。現職石井さん、まあ、僕後輩だっていう、ただそれだけで、大手しゃべったことがあると言ったわけですけれど、再選されました。88,572票で、2位が維新の候補、49,158票、もう一人2万票台だったと思いますね。はい。なのでそんなに僅差ではありませんでした。2位、3位を足しても石井さん。まあ、そういうね、市長選挙が現職、しかもそんなに年取ってもいなくて、多選批判とかもない中で、圧倒的に有利だっていうのは、選挙の仕組み自体として過去そうであるというのは言われていましたけれど、維新が勢いに乗って、で、西宮、確かに兵庫県です、けれども、いわゆる阪神間ということで言うと、まあ、神戸の人が若干大阪に、まあ、大阪にも暮らしてで仕事もしているし、なんですけど、まあ、なんかちょっと違和感を持っているかもっていうのはあったり、芦屋なり西宮の人もそれを持ってるかと思いますが、しかしまあ大きくいや生活圏で言うと大阪圏ですから、そこで若い維新ですっていうバッジを貼って出た人が、まあ、結構な差がついていたっていうのは、まあ、西宮という町の特殊性なり、あるいはまあこの候補者の力及ばずっていうところであったり、するんでしょうけどね。ちなみに投票率が今回 41.28%、 前回の選挙は 37.52%、大体市長選挙とかになるとこのぐらいですよね。 37% ということは3人のうち1人ぐらいしかね、投票してへんということなんですけど、これが 41.28% に上がりました。4ポイントほど上がっています。この4ポイント上がったところが、あの維新に行ったのか、あるいは石井さん現職の方に行ってるのかって、まあ、こういった分析が今すぐに出るものではないとは思いますけれども、ちょっと見てみたい気はしますね。だから勢いよく行っていると、まあ、あの総選挙の時には思いましたけれど、果たして維新に今どれだけの民意があるのか、まあ、ただ世論調査をすると今もう立憲民主党によりも維新の方が支持率は高いんですね。まあ、何を支持してるのかが分かんないんですけど。でもまあ、何かやってくれそう。
まあ、そもそも橋本さんのが出てきた時がそうでしたよね。何かやってくれそうっていう、何をやってくれるのか、まあ、それはその本質はコストカット、人員カットであったわけで、これまでの仕組みをぶっ壊していくっていうことであったわけですけれど、ぶっ壊された後何を立てるのかっていう、そこのグランドデザインがようわからんっていう話をずっとしているんですけれどもね。はい、そして、まあ、こういったことを、批判的なことを言うことについて、昨日、まあ、松井さん酔っ払ってましたけど、久しぶりに英語と言ってましたって言ったら怒られますけど、なぜメディアは批判をするのかと。批判だけで対案がないじゃないかと。まあ、それ野党についても。なんですけれど、おかしなことにおかしいと言うということ、まあ、中にはイチャモンだけつけているようなメディアであったり記者もいるかとは思います。それはただただ政権を批判している人っていうのもあろうかとは思います。まあ、私にも昨日なんか書き込みありましたね。小林さんの安倍さんに対するのは言い過ぎやみたいなことを言われたりしてましたけど、まあまあ、それは感じ方はそれぞれだと思いますが、はい。消しましたけど、うん。なんでかというと、まあまあ、僕が安倍さんに対して持つ違和感、これは違うんじゃないかということを言っている。うん。それは上げ足取りの人もいるんですけどね。そうじゃなくて、ここは違う、違うことは違うというのがメディアの仕事であって、それに対して、対案を出すっていうのはまた別の話なんだっていうことについて松井さんは語っていましたが、まあ、それをどう思うか、まあ、自己責任という言葉がある時から急に力を持ったように、対案なき批判はあかんっていうような流れがここ数年というか、勢いを持っては来ていますよね。それは実感します。まあ、対案は対案で実は大事なんですけど、ただそれがないからおかしなことにおかしいという声を上げてはならないということではないのだと、いうことで、結局そうしてしまうと最終的にみんながみんなの首を絞めていってるよっていうことだと思います。時刻は9時23分。ようやくです。なぜこんなに時間がかかっているのかということを僕はぜひ検証してもらいたいと思うんですけど、旭川市の中学2年生の女の子が凍え死んでいて、それが見つかった問題、家出していました。なんで家出をしたのか。転校しました。なんで転校したのか。それは中学に入って、いじめられて、いじめっていうのはきっと本当にちょっとしたきっかけで始まるんでしょう。そのターゲットを見つけ、そして強い者たちが徒党を組んで、ある者は冷ややかにそれを見、ある者は直接的に、そしてそういったものはどんどんエスカレートするものです。エスカレーターはこのいじめの場合、上りのエスカレーターしかありません。下りのエスカレーターはありません。電源を止めるか、あるいはもうエスカレーターを外してしまうか、そこに乗せないか、下ろしてしまうのかということをしない限り、いじめというものは、ちょっとしたきっかけ、それが何なのかは分からない。でも、人を死に追いやるようなことになる。彼女は、もう今、あえてここで胸詰まりますし、バンされるのも困るので言いませんけれど、むちゃくちゃですわ。めちゃくちゃひどいいじめを受けていました。死にたいと言って川に入りました。そんな川では死ねない。だからいじめはなかったって言えるんですかっていうようなこと。それに対して、いじめた張本人もそうですが、学校側の隠蔽なり、言い逃れなり、それはあまりにもひどかった。保護者たち、まあもちろん当事者としての同級生たちがいますけれど、下級生、上級生。保護者たちから声が上がっても、それに対しても、もう全く逃げて逃げて逃げまくって、そしてその学校のやることを監督する立場である教育委員会、結局人事交流、校長先生に次なっていく人たちが教育委員会にいたり、
そういう人事交流の中で、要は仲間内です。なので、強いこと言わない。政治は何をしてるんですかと。第三者委員会立ち上がって、どれだけ忙しい人に頼んで、議事がなかなか進まないんですか。資料がなかなか集まらないんですか。人一人死んでるんですよ。でも、そういう思いでない人たちが、大人が多かった。今も多いこの旭川市。ようやく、広瀬さんに対するいじめがあったとする一部調査結果を遺族側に伝え、近く公表する。ただ、いじめと死亡との因果関係については今後の調査で明らかにするということなので、いじめがあって転校をせざるを得なくなって、それでも耐えられなくなって家を出て、そして最後は公園で凍え死んでしまった女の子がいる。それがいじめがきっかけであるかどうかということの、まあ、直接その場で雪を口の中に放り込んで窒息させたとか、そういうことではもちろんないんですけれど、しかしそこに死亡との因果関係が、いじめがあったことをようやく認めたにもかかわらず、まだ認めない。よくわからないですね。第三者委員会によりますと、いじめとして認定された事実は6項目で、生徒や教職員からの聞き取りアンケートからいじめとして取り上げる事実があったとようやく認定。学校側は当初いじめの認知には至らなかったとしていましたが、いじめ防止対策法の重大事態と去年4月認定第三者委員会を設置して調査を進めていたのがようやくです。去年の4月、1年かかってます。何ですか？教育長って何のためにいるんですか？校長は何のためにいるんですか？大変厳粛に受け止めになっています。いじめ対策を強化し、信頼回復に全力を尽くしますというありきたりのコメントをしていますが、全くもって、納得できないニュースです。スポーツです。大相撲春場所千秋楽、新関脇の若隆景が優勝決定戦で高安を倒し、優勝を果たしております。おめでとうございます。晴れる春場所、まさにそうでしたね。はい。結構、なんか、私の周りでも、春場所見に行った人ありまして、上の方でもね、ま、どっちみち、末席で見てても、ま、空気は感じますけど、テレビで見てる方がさ、取り組みはよくわかるんですけど、あの雰囲気ってのはやっぱり、生がええなと、今年はいけませんでしたが、また機会があれば行ってみたいなと思います。春場所終了でございます。そして、プロ野球は、皆さんもご存知のように、オープン戦が続いております。まあ、コロナのこともあって、ね、日程が変わったんだと思うんです。青柳投手がようやくコロナから回復をしているんですね。入院に合流したということなんで、ですから、はい。まだ、それを待ってるんですよね。青柳が帰ってくるのをプロ野球は回復待っていると聞いてるんですけど、はい。オープン戦の延長戦ですね。はい。ヤクルトと3回、まあ、去年、優勝してはるのと、惜しくも優勝せえへんかったところですから、こう、プロ野球開幕を前に、直前にこう、盛り上げようという、そういう気持ちですよね。でしょ？ああ、なかなかやるやんと。で、まあ、去年、まあ、3連勝してさせてもらって、勢いつけさせてもらいましたから、まあ、今回はね、優勝チームであるヤクルトに、言えば言うほど虚しくなります。言えば言うほど虚しくなります。結局2戦目も3戦目も0点です。1点も取れてません。はい。ひっくり返された、7点差があったところ、ひっくり返されてから、全く点が取れていないという。相手が勝ったり負けたりでます。相手が勝ったり、自分が負けたり。はい。初戦は相手が勝ちました。2戦目は自分が負けました。3戦目は相手が勝ちました。勝ったり負けたりの3連戦でごわした。
落語みたいですよね。まあ、143試合のうちの3試合が終わっただけと思いたいですが、もう、ピッチャーがいませんよね。ねえ。相手が弱いチームやったらいいんですけど、強いチームには今はちょっと勝てんということですな。ねえ。覚悟を決めましょう。阪神ファンの皆さん。ね。うん。まあ、道場洋蔵さんがいらっしゃらなくなりまして、今日、ナッチのとアーミンのおはようパーソナリティが始まりました。パッ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 。はい。まあ、これまで半年間やってきた、代打陣によるおはようパーソナリティと全く一緒ですから、そういう意味で、なんかグッズが新しくなるみたいですけれど、もう、まあ、変わらない、まあ、すごい、いい、長い半年間のバトンタッチ区間を受けて今、走り出した、新生を走る二人ですから、すん早くて水曜日には、コオロシが歌いたいものだと言ってはりましたけれども、果たして歌える日が来るのか、ちょっと不安ではございますよね。そして、ビッグボックス、新庄さん率いる日本ハムですが、こちらも3連敗。ソフトバンクに聞きに行ったみたいですね。どうやったらいいですかって言って。まあ、いや、本当にまあ、奇策とか、変わった作戦という意味での奇策とか、派手な行動をわざとして目立とうとしている新庄さんですけれど、野球に対する姿勢は本当に、真摯であるというふうにも聞いておりますし、素直であるというようなことから、挨拶に行って、で、どうしたいですかねって言って聞いて、内容は言えないと、新庄さんは言ってましたけれど、一方、相手監督は、あ、こんなこと言ったけど、アドバイスしましたよっていうことを、ぽろっと言ってはりましたけれど、ここも、ね、プロですからさ、勝てば勘軍、負ければ続軍で、勝ったら勝ったで、わいわい、今日も勝った、また勝った、言うて言われますけど、負けたら何してんねんって言われますからね、新庄さんがしんどいじゃないですかね。うん、でも、負けずに、新庄イズムビッグボスであり続けてほしいなと、第三者からは思います。9時33分です。以上、評価チェックヘッドラインについてお話ししてまいりました。25日にオープンした子供本の森神戸、安藤忠雄さん設計のコンクリート打ちっぱなし、東遊園のところですか、にできたのが非常に評判が、悪いというお話でございます。高いところに本があって手が届かない。いや、落ちてくるんちゃうか。いや、それは固定されている。もともと安藤忠雄さんに設計頼むという段階で使いにくい、まあ、設計、建築設計をやってる人らからしたら、ああ、なるほどって思うのかもしれませんが、実際使う人にとっては非常に使いにくい、佐山池の横のとこなんて、本当に入り口がどこにあるかわからない、県のあれは美術館でしたかね、どっち出てた絵が分からへん。で東西南北書くって言ったらそれを怒られる。なんとか館長がお願いして、海側山側やったかな。JR 側阪急側やったかな。なんかまあそういう書き方で、なんとか中で迷わないようにみたいな話を聞いたことがありますけれども。子供が言ってました。なんでこんなんだ、こんなん立てたんって、こんな、あんなとこ高いところの取らへんやんって言ってましたけど。本に対するリスペクトのない建築物だと思います。これはまさにそうだと思います。で、神戸市が、久本市長が、どういう意図を持って、安藤さんに頼んだのか、まあ、安藤さんも忙しい人で、その辺、ひょこひょこ歩いてありますけれど、建築家として評価されるところは、それはもちろんあるんですし、人生としても、這い上がってきて、
でっていうところもまあ分かるんですけれど、でも、まあ、中之島も僕まだ行ってないんですけどね、あの日の当たり方、あんなもう本すぐ退色してしまいますわ。印刷の色落ちてもうてね、とか、まあまあ自由な雰囲気で本に触れるつもりもいいんですけど、それはまさにまあそのビッグボスの野球じゃないですが、木を照らうという意味では木を照らってはいるんですけど、それを大人が安藤忠雄というネームバリューにおいて素晴らしいですねと、子供が取れないって言ってますけど、これはお姉さんに頼んだら取ってくれるんですよみたいなフォローをしてるコメントを記事に書いたり、ニュースでやってるんですけど、うん、だとどう考えたって、まあ、一言で言うと本に対するリスペクトがない建築家であると、うん、自分のやりたいことをやることが優先して図書館の持つ本来の意味、本に対するリスペクト、その本がどういう役割を子どもたちあるいは大人も含めて、人間に与えていくのかということよりも自分のやりたいことを優先したことをありがたがる人たちがいて、で巨額の、まあ、市の建物ですから税金ですよね、個人商店が自分のお金で社長の決済できる範囲で建てはったんやったらそれはまあそれで勝手にやってくださいという話ですけれど、全くもっておかしい。まあ、さっきの話で言うと、いや、おかしいんですよ。で、おかしい方を、音をおかしいって言う、出るっていうことで。まあ、これがまあ野党やったり、マスメディアの、僕はまあ野党でもマスメディアでもないですけど、おかしいことはおかしいっていうことを言う人なんですね。いや、別にだからといって、さあ、安藤さんとは何度もお会いしてますし、別に目の前で喧嘩を売るつもりはないですけれど、でも、なんか、あの図書館を見て、いやー、素晴らしいですねって、はい、テープカット、まあ、さ、司会者でいきやそうし、ね、うん、お願いします、ありがとうございます、安藤先生ありがとうございます、素晴らしいって、そら、原稿に書いてあったら、それ言わなあかんのでしょうけどね、司会者のお姉ちゃんは。全然ええなって思わなかったです。うん、僕は本好きですから、本に対するリスペクトがないなと。と思いました、うん、最悪です。以上、朝刊チェックをお届けしてまいりました。すいません、もう間もなく仕事に入らないといけないので今日はこの辺で、で、あのお写真もたくさん頂戴しております。やっぱりまあ、あの昨日まで1週間皆さんとこのてんこ盛りスタジオでのお出会いがありましたので、あ、コモさんに写真を送らなと思って、で、まあ、春でもありますしお花とかいろんな写真いただいてるんですが、ちょっと残念ながら今日今このシステムで皆さんに綺麗にお見せすることができませんので、また明日以降とさせてください。私の MacBook Pro ですけれど、今日の夕方とりあえず修理の予約を取りましたんで持って行って、まあ前は小一時間で何でか知らないけど治ったんです。何でか分からないけど電源系ですよねって、ちょっとここいじったら何でか分からない、何で故障したかも分からないし、何で再生したのかも分からないんですが、またあるかもしれないし、ないかもしれないって言われたのが半年で、半年経ったところで、案の定、ちょっとバーンとなってしまいましたんで、最悪あかんかったらもう一台ちょっと新しいの買わんといかんなとは思っておりますが、システム復旧にはしばらくお時間がかかることをお許しくださいませ。以上、直感チェックでございました。高評価は、すいません、こうやからといって低評価されると、はい、私の心のパワーがなくなってしまいますので、どうぞ応援の気持ちを込めまして、ポチッと高評価お願いをいたします。ではまた明日2時半でお別れでございます。また明日インジャンチョキ。今日もご視聴ありがとうございました。また明日です。